チーティングって上がらなくなったやつ、まあ、無理くりっていうか上げたりとかするんで、うん、主体の例えばバーベルカールだったら上がらなくなりました振って上げたりとかやるときに他の部位も結局使うじゃないですか、うん、なんかそうやってあの自分の鍛えたい筋肉以外のとこも動員してそっちにもエネルギーいったりして、うん、無駄じゃないかっていう気もするんですがその辺はどうですか。まああくまでチーティングっていうのは、なんて言ったらいいかな、残ってる余力を、はい、最大限まで引き出していくためのテクニック、はい、っていうことですね、はいはい、と思ってやってる、うん、あとはその例えば、もう一つとしてはちっちゃい筋肉って単独で力出すのが、はい、なかなかこう結構弱いと思うので、はい、それはやっぱりあるきっかけ体をちょっと振ることで力を出しやすくしてあげたりとか、はいっていうところですね、はいはい、なので最初からチーティング使う種目もあれば、はい、じわじわチーティング使っていって最終的にはもうマックスまでチーティング使うっていう種目もありますね、はい、自分の中で、はいはい、なのでチーティングがない と、僕の中ではあの自分の限界値がここだとしたら、はい、ここから始まってね、はい、多分もうこの辺で終わってる感じになっちゃうんです、はい、でこっから先のこの残りをじゃあさっきね無駄な他を使って無駄じゃないかっていうかもしれないです、はい、他を使わないとここの力を対象筋が出せない、はい、対象筋だけでは、はい、っていうイメージです、はい、なので絶対に必要なテクニックですね。ユジソン今おっしゃったのはストリクトにやってても最後の追い込むところでチーティング使うってことです。ユジソン使わないでは使わないとだってここの余力が出しきれないんです、はいはい、それに関してその他の部位が参加して無駄じゃない、無駄っていうか無駄にはならないですよね、はい、別にそこの部位以外で全部動かすわけじゃない、そこの部位以外で全部動かすのは無駄ですけど、はいはいね、はい、っていうところです。そうですね、あとそのなんて言ったらいいかな、自分の持てない重さをチーティングを使って持つっていうのは僕はあんまり良くないと思います。お、うん、はい、自分の筋力でちゃんとコントロールできる重さのトレーニングの中で、はい、さらにチーティングを使って、はい、もう一段階上の、限界まで力を出すっていうところで使ってもらった方がいいかなと思いますね、はい、あくまでだからチーティングっていうところを抜いてあげるっていう感じになっちゃうと、はい、それはいらない。だからこう、まあ、いつも言ってたバーベルカールなんかが一番難しくて、はい、ここの負荷がないところですね、スタートの、はい、最初の要はこの、まあ、これ立ってやってるとしてね、ここ、はい、ここ負荷ないじゃないですか、はい、でこの辺から重さかかってくるんですよね、はい、だからチーティング使うにしてもここまではゆっくりここから使うんですよ、はい、この乗っかってから上げるんで、はいはい、ここでここで上げちゃうといわゆるこう重さがないとこでバーンってスタートだけ力出して勢いで上げるっていう感じになっちゃうんで、はいはい、全然効いてこない、はい、となっちゃうんで、はい、だからやっぱりチーティングをうまく使うっていうのもこれテクニックなんで、はいはい、一番難しいと思いますね、このテクニックは、トレーニングの中では。平田さん今おっしゃったのは、ちょっとずつチーティング入れて最後マックスっていうのは、それはもうダンベルワンハンドカール。ダンベルワンハンドカールなんかもうまさにそう、はい、最初だから、例えば、まあでも最初からちょっとはゆすりますよ、こうやって、はいはい、こうこれぐらいでやるじゃないですか、はい、で、これで、このなんでできなくなったら一回ちょっとレストして、はい、でもうここからだとさっきのじゃできないんで、はい、もっとこう、はい、体使い出しますよね、はい、って感じですね。チーティング使わずに終わっちゃうともう効いてる感じっていうのはもう7割ぐらいで終わっちゃいますね、うん、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。